イギリス鉄道450系電車は2002年から2006年にかけて製造されたイギリスの直流型電車である。シーメンスが設計した標準規格車両、デジロの英国向け車両の位置形式であり、サウスウェストトレインズがイングランド南西部で運用する近郊輸送向けの第3機上方式の電車として4両編成127本が製造された。 サウスウェストトレインズは老朽化した旧型スラムドア車の完全置き換えに向けて2001年にシーメンスへ新造車両を発注した製造はシーメンスのクレイフェルト工場で行われ450型は2002年に最初の編成がイギリスに到着し,し運転を開始したが旧型車にない冷房装置の搭載で消費電力が増加したため 地上設備の対応工事の必要性もあり、運用開始は2003年からとなった。車体は1両あたり全長20メートルの両開きに、扉で4両編成の両先頭車が電動車、中間2両が付随車となる。座席は中間車1両の半数が一等席で、他は普通席である。普通席は3列プラス2列のクロスシートを採用している。制御方式は、 イグブと素子による VVVF インバーター制御で、主電動機は参照誘導電動機を使用する。電気方式は直流 750V の第三機乗方式だが、交流 25KV による各電車線方式への対応準備工事がなされている。主に、ロンドンのウォーター流域を発着する南西方面の近郊列車、郊外の地域輸送列車に充当される。 長距離用の444型が主体の長距離列車運用に入ることもある。ありがとうございます。